男の憧れ叶えちゃっていいですか。というかなんですか、そのなんとも言えない表情。俺はな、確かに恵まれてる。世の男子ならきっと誰もが羨ましがるシチューだろうな。シチューじゃないですよ、食べ物です。それでどのような要望があるのですか。まずは、身の回りのことをこなしてくれる使用人が欲しいよね。いやり、身の回りのことは全部私がしてますが。複数人がいいと言ったら泣くんだろうな。いつもありがとうございます、ソルテ。いえいえ、好きでやっているので。あとは夢というより要望だけど、お風呂とかでワイワイしたいよね。いやり、同じ大浴場に入ればいいじゃないですか。パト様の命令で専用のお風呂作ったのに。だろう、そんな大浴場に行ったら俺がそこで大浴場するだろうが。では話し相手として、私だけそちらに行きますよ。それはそれで理性的にもっとヤバい。どんなわがままも聞いてくれて、どんなことでも尽くしてくれる、そんなメイドさんが欲しいよね。困りましたね。もちろん優秀な子。ドラみたいななんちゃってメイドではなく、もちろん、毎回暇さえあれば暗殺してくるロリみたいなのではなく。まあ、あいつは論外だけどな。つまり役割は俺の身の回りの世話のみ。欲深いヘタレ。パト様が欲望に忠実になれば千人体制で、おはようございますご主人様、も可能ですよ。ビビるげん、数人でいいよ。欲深い割にヘタレ。なんなら今から帝国の女神を取っかえ引っかえできますよ。ダメだよ、みんな大事なんだ、そんな扱いできない。欲深いくせに紳士ヘタレ。何か言った？何でもありません。では何が理想なんですか。ソルテは俺の管理と一緒にこの絵舞台の管理もしてるじゃん。そうじゃなくて俺だけに尽くしてくれる、そんな子が欲しいの。ちなみにどんな人がいいんですか。劣化の舞台にいるルーリエみたいないつも元気をくれる子がいいよね。別にルーリエが欲しいってわけじゃないけど、なんというかいつも応援されたいんだよね。私もいつも応援してますよ。頑張ってください。あと課題15ページで終わりですよ。なんか違う。配下から呼べばいいのでは。私に言ってくだされば気に入られた子を呼びますよ。なんか緊張するじゃん。欲深いくせにコミュ障ヘタレ。仕方ありません。本当は私で満足してほしいのですが。ソルテですっごく満足さ。ソルテ以外の秘書は考えられないと思ってる。だけど秘書とメイド、つまり侍女はやっぱり役割が違うと思うんだ。ソルテは名目上厳しくしないといけない、なら逆に名目上で優しくしないといけない人もいると思うんだ。俺の周りはなぜか侍女はいるのに、そこを満たしてる人が全くいない。そこをどうにかしたいんだよ。ソルテは必須、絶対必須、絶対にいてもらわないと困る。周りにはヘタレでもちゃんと思いは伝えてくれるところが好き。仕方ありません。メリア様に交渉しましょう。パト様専属の侍女ですからね。よほど信頼と実力がある方でないとメリア様も許可しないというのは理解しておいてくださいよ。もうすでに暗殺してくる奴がいるのに。メリアミガドルエデンの従属なので管轄が違います。ということなんですけど、どうですか。私が行きたいですよ。とことん甘やかしますよ。もちろん私も甘えますけど。ダメですよ、メリア様は。誰がこの帝国を維持するんですか。それもそうですね。はぁ、こんなポジション早く辞めたい。ほらほら、愚痴がこぼれてますよ。だってそもそも使用人はすでにいるんですよね。今は私の直属部隊が筆頭に、この絵舞台の従属品が掃除、洗濯、整頓、料理、勉強、補佐、管理、ボディーガード、全部ついてますよ。この絵体の中なら別にご主人が好きに配属させてもいいようにしているのですがね。いや、それは私が管理してます。仕事の分配は大事なので。ご主人の考え的にソルテは秘書として、それとは別に身の回りのお世話に特化した事情を常にそばに置いておきたいってことっぽいですね。らしいです。厳しくする人がいるなら、優しくしてくれる人も欲しいらしいですよ。わかりました。考えておきます。お願いします。はぁ、専属品のお派でなければ私は常にご主人の隣にいたいのに。それにご主人の専属の侍女となれば足手まといになるようでは話にならない。その上で、実力が間違いなく、この絵舞台だからメガドルエデン出身の子たちも管理できるほどの器量の持ち主でないと。性格も超温厚で何でも面倒を見てしまう。むしろそっちの方が向いてて、相手に尽くすのが喜び、みたいな人。いるかな、そんな子。最悪帝国の最上級品から舞台関係なくぶち抜くか、よその金を探すか。当てがあればいいのですがね。いる。一人だけ心当たりがある。情がつくほどのおせっかいで性格は温厚。他人の幸せが自分の幸せ、みたいな人。でも、ちょっとリスクが高いですね。近
方ない、ラルとアリシアを連れて行きますか。最悪、戦争になりますね。メリア様、大変です、すっごく大変です。どうしたの、キスリット、あなたが慌てるなんて珍しいわね。宣戦布告です。相手は序列1位、パト様が統括しているエウレカ帝国、です。宣戦布告、彼はそこまで荒々しい方ではなかったでしょう。いえ、アテナは、メリア様です。メリア、あの子がなんで私に、わかりません。ですが本日急遽こちらのメルシア報告にお伺いしたいと来ておりますが、ことの重大さを考えれば受けないわけにはいきませんね。キスリット、今すぐこちらに来ていただくよう返事をして、大丈夫なのでしょうか。万が一一方的に戦争にでもなれば、メリアは意味もなくそんなことを言ってくるような子ではありません。信じましょう。エンドハルバルからよくお越しいただきました。私はメルリア報告、法王補佐を務めます。キスリット、ホリーティアと申します。知っていますよ。メルリア報告が所有する神王、そして随一の実力者。認知されていたとは、光栄でございます。我が主、メルリア様はこの奥となります。こちらに。お待たせいたしました、メルリア様。メリア、久しぶりね。元気そうでよかったわ。メルリア姉様も元気そうで何よりです。いきなりの連絡でごめんなさい。そうね、でもどうしたの？困ったことでもあったの？ならそんな脅しみたいにしなくてもちゃんと聞きますよ。はい、ですが目的は先日送った内容通りです。エウレカ帝国に服従するか、国もろとも破滅するか、選んでください。なんで、私はあなたとの争いなんて望んでいないのに。ねえ、和平交渉じゃダメなの。お互い助け合う形じゃダメ。他に考えれる手段は。私が欲しいのは姉様です。なので、和平や協力は不可能なのです。ですが安心してください。私の国は配下になれば手厚い保証や平和を約束できます。経済や勢力は姉様の国とは比にならないほどですからね。そんな、国名はそのままでいいですが、支配権は我が主、パト様のものとなります。少し、席を外してもいいですか？手短に。どうしましょう、国民のために戦うべきなのでしょうか。エウレカ帝国の勢力は帝王信仰補が3名、最上級神保有数と上級神保有数もダントツで1位。そして、最近聞いた話によると、神聖エルフ族の神王10名がエウレカ帝国の所属する流れがあるらしいです。他の神王も同じく帝国にスカウトされているという話も。そうなれば神王保有数も1位、そして世界に存在する希少種の神々すらも現在エウレカ帝国にほとんど所属しております。それに対するメルリア報告は上級神数名、最上級神は2名、神王はあなたのみ。それも私はあのメリア様の付き人であるラルには勝てません。神王序列が段違いです。キスリットは100名中89位でしたね。はい、それに対してラルは5位であり、神王1の守護神と呼ばれるほどです。私程度の攻撃はおそらくびくともしません。私も帝王信仰補序列11位、対する相手は1位と10位と12位、どうしようもないです。服従、しかありませんね。はい、メリア様も今以上に経済と環境を良くすると保証してくださるようですし。それだけではありません。この国の文化や通貨はそのままでいいですし、もしこの国が攻められるようなことがあれば帝国が全力で応戦しましょう。さっきも言いましたが、私が欲しいのは姉様です。国民は必ず保護いたしますし、何不自由なく生活できることを保証いたしましょう。メルリア様。わかりました。メルリア報告、法王メルリア、メルトリア、エウレカ帝国、帝王パト、ピカイオス、エウレカ様に服従いたします。ありがとうございます。やっぱりメルリア姉様にして正解でした。は、は？ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。